します。ではまずはじめにホテル椿山荘東京についてご説明いたします。私どもの敷地は約5万平方メートルございまして、およそ東京ドーム1つ分に相当します。ご散策いただけますと20分から30分くらいお楽しみいただけるような広大な森が特徴でございます。名前のルーツですが、南北朝時代から椿が自生する地として椿山と呼ばれていました。その後明治11年に元内閣総理大臣の山形有朋がこの椿山を購入したことが始まりでございます。そして今から68年前に専門式場椿山荘の営業をスタートし、28年前にはホテルの営業も始まりました。親子2世代3世代と結婚式をしていただく方も多く、結婚式もその日だけではなく、またお二人が記念日などにいつ戻ってきていただいても変わらない姿で第二のふるさととしてお迎えさせていただいております。本日のテーマは和装が映える式場ということで、ホテル椿山荘東京には和装が映えるスポットがたくさんあるのですが、その中でも特におすすめの庭園内に独立して建っている神殿をご紹介したいと思います。素敵ですね。全体像をご覧ください。すごい、すごいデザインがすごいしっかり施されてますね。ありがとうございます。こちらの神殿は2017年の秋に新しく誕生した庭園内神殿森の宮でございます。本日は少し夜で外が分かりづらいのでお写真でご紹介したいと思いますが、明るい時間帯だとこのようになっております。東京でありながら緑に包まれた森の中で挙式ができる神殿でございます。また正面にはモミジがたくさんございますので、秋には紅葉もご覧いただけます。すごい、もう思いっきりあれなんですね、窓というかお外が見えるようになってるんですね。そうなんです。私どもの森がこう見えるような森に包まれた神殿となっております。こちらの神殿なんですけれども、出雲大社の神様をお祭りしておりまして、ご新郎ご新婦様含め102名様までご着席いただけます。少し前に進みます。本日は右手の方に雅楽の生演奏が入りまして、小、七力、龍笛の三冠の生演奏でございます。またニコの舞というのもお式の進行に含まれております。このニコの舞は神様に喜んでいただいてお二人のご結婚を祝福していただくという意味があります。もう少し前へ進みます。こちらをご覧いただきたいんですが、まず右手にございますのが、当日三三九度の際に使っていただく三つ杯です。お神酒を嗅がしていただく際にお二人の過去、現在、未来を共有するという意味があります。こちらのお神酒はご両家の皆様にも嗅がしていただいて、両家が一つになる瞬間を神様に見守っていただきます。それから隣にあるのがリングピローです。リングピローなんですね。そうなんです。
ホテル椿山荘東京の象徴でもある椿をモチーフにしております。さらに左手に行きますと、当日お二人にお読みいただく誓いの言葉を入れる静止袋です。西陣織で作られている椿柄のものでございまして、この静止袋と杯は当日お二人にプレゼントをしております。そして後ろの方へ進みまして、挙式後なんですけれども、当日お二人はこのままお庭へ出ていただきまして、こんな風に花嫁御幸というんですが、赤い番傘の中に入って皆様と一緒にお庭へ出て、この後お話をしながらお写真を撮るという流れになっております。そのお写真はすごく印象的で、あの赤い番傘憧れる方も多いと思うんですけど、はいはい、もうそれはこう当日は必ずっていうことであってますか？はい、お式の後は、神殿でお式の方は番傘でお庭へ出ていただくようになっております。素敵ですね。ちなみにこちらの神殿の出入り口の壁は椿なんですが、88個手彫りで彫られております。手彫りなんですか、すごい。ちなみに当日はこんな風にこんな素敵なお写真も残していただけます。あー、いいですね。フォトジェニックですね。はい、ありがとうございます。今神殿をご紹介させていただいたんですが、ホテル椿山荘東京にはもっとたくさんこう和装が入るスポットもございますので、本日はお写真でご紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、まずはお披露宴会場なんですが、庭園内には金水という料亭がございます。こちらのお写真は金水の入り口で撮っております。ちなみにこちらの料亭は畳の個室で和を感じながらお過ごしいただけます。少人数様から56名様ぐらいまでご利用いただける、さまざまなサイズ感のお部屋をご用意しております。またバンケットなんですが、10階の高層階にあるあけぼのという会場でございまして、こちらは昨年リニューアルした最大100名様までお入りいただけるワンフロア貸し切りの会場でございます。へー、モダンな作りの会場からは庭園が一望できまして、晴天の日には富士山を望むこともできます。お写真スポットになりますが、庭園へ出ていただきますと赤橋がございます。はい、それと二人はこういった森の中で、緑の中でお写真を撮っていただくことができます。東京じゃないみたいですね。そうなんです。もうビルとかこう一切高い建物が見えないので、東京ではないような空間で一日お過ごしいただきます。ちなみに紅葉の時期だとこんな風になります。へえ、また柄と変わりますね、雰囲気。和装がとっても映えますね。ちなみに館内、ホテルに入っていただきますとまたガラッと雰囲気が変わりまして、こちらは大理石の階段で撮影しております。ウェディングドレスはもちろん和装、白むくもとっても映えるお写真スポットがたくさんございます。本日は神殿とお写真のみをご覧いただいたんですが、
ブライダルフェアへお越しいただけましたら、本日ご紹介させていただいた会場やお写真スポットも実際にご覧いただけますので、ぜひお越しくださいませ。ありがとうございます。すごい、もう椿山荘さんならではのかなり素敵なスポットをたくさんご紹介いただいたんですけれども、その特にどこがおすすめだよとか一押しだよとかありますか？上田さんの個人的な一押しスポットは。そうですね、今ここにいる神殿もすごくおすすめなんですが、どこのスポットというよりは、もうお庭へ出ていただいて、こうお庭の自然の空気を吸いながらお過ごしいただけるというのが何よりも魅力だと思うので、実際にこうお越しいただいて、この空気感といいますか、そういったものをご体感いただけたらいいなと思っています。確かにそうですね、もう椿山さんのあそこに一歩足を踏み入れると、もうそれだけで別世界というか、普通の日常を忘れちゃう感じになりますもんね。はい、すごい、本当に都心と思えないような、本当に森っていう感じが今日はとっても伝わってきたなと思います。ありがとうございます。実際ご見学に行った時には、はい、興味のあるパーキー会場だったり、その神殿だったりっていうのもトータル的に見学は可能っていうことですよね。はい、ご紹介させていただきます。ありがとうございます。パーキー会場もすごい種類が豊富なので、お気に入りが絶対あるだろうなっていうのも魅力ですよね。そうですね、ありがとうございます。はい、ホテル椿山荘東京上田さんでした。ありがとうございました。